ガラテア人への手紙これはパウロが宣教旅行で訪れたガラテア地方にある複数の教会に宛てた手紙ですその宣教旅行については使徒の働きに記されていますパウロはこの重要な手紙をいても立ってもいられない思いで書いていますそれには訳がありましたキリスト教はエルサレムでユダヤ人のメシア信仰から始まったものですがそのメッセージは全人類に対するもので瞬く間にユダヤの外にも広がっていきました パウロが宣教活動を開始する頃にはユダヤ人と同じくらい非ユダヤ人の信徒がいて両者の間で大論争が起こっていたことについては「使徒の働き15章」に記されています。それまで神の契約の民はイスラエルという一つの民族に限られ彼らはトーラーにある滑稽や食事規定安息日の遵守など立法を守ることによって他の民族と区別されていました。 そのため、非ユダヤ人が神の家族に加えられるためには、彼らもトーラーに従わなければならないと考えるユダヤ人クリスチャンが大勢いたのです。そして彼らの一部がガラテアの教会にやってきて、パウロを貶め、非ユダヤ人クリスチャンに対して割礼を受けることを強要しました。それを知ったパウロが、嘆きと怒りのうちに書いたのが、ガラテア人への手紙なのです。パウロはまず、十字架につけられたメシアの福音をガラテア人に突きつけました。 そしてこの福音はあらゆる民族によるイエスとアブラハムの新しい家族を作りさらに精霊の臨済と力によって人々を作り変えると教えましたパウロは手紙の冒頭でガラテヤア人たちが違う福音に走ったことへの戸惑いいを述べていますそれはパウロの陰口を叩きながら活礼を強要したクリスチャンたちが広めたものでしたそこでパウロはまず自分が語ることの正当性と使徒としての権威を示しました 彼はよみがえりのイエスに任命されて非ユダヤ人へと使わされたのですこれも使徒の働きに書いてありますパウロは自分がペテロやヤコブのような他の人たちに相談するためにエルサレムに行ったのは後のことでその時に非ユダヤ人のクリスチャンに割礼や食事規定を求めていないと伝えたところ彼らは全面的にそれを支持したと言っていますしかしこの対立は根深いものがありました ペテロはアンテオケ教会を訪ね非ユダヤ人クリスチャンと会い彼らと食事をし交流を持ちましたところがそれに反対する者たちがエルサレムからアンテオケにやってくるとペテロは彼らの圧力に屈し割稽を受けていないクリスチャンたちと食事を共にすることをやめ彼らを避け始めたのですそこでパウロは福音に立ち続けなかったペテロの偽善を非難しました パウロから見ると新しくクリスチャンになった人々に割稽や立法の遵守を強要することはいろいろな意味で間違っていたのです。それは福音に対する裏切りでした。パウロが「人はトーラーを行うことによってではなくメシアであるイエスの信仰によって義とされるのであり私たちはイエスを信じた」と言ったとおりです。パウロが言う「義とされる」また「義と認められる」という言葉は旧約聖書の意味深い言葉でした。 神が誰かのことをご自分と正しい関係の中にいてその人は許されていて神の家族に加えられていてそして神の恵みによって作り変えられると宣言することなのです。パウロは人は誰もトーラーの戒めを守って義と認められることはできずただイエスの信仰によって義とされると確信していました。この言葉は私たちのために生き死なれたイエスの誠実さについて。 もしくは私たちのイエスに対する信頼と献身について言っているとも取れます。いずれにしろはっきりしているのは、人は神がイエスを通してしてくださったことを信じることによって義と認められるのであり、自分の行いによるのではないということです。パウロが述べた福音の中心は、メシアであるイエスを人が信頼するとき、その人はイエスと結びつき、イエスの命、死、よみがえりがその人のものとなるということです。パウロはこう言っています。 私はメシアと共に十字架につけられもはや私が生きているのではなくメシアが私のうちに生きているのです。今の命は私を愛し私にご自身をくださった神の御子への信仰によるのです。ですから人が神から義と認められているまたイエスの契約の家族に加えられていると言えるのはトーラーに従ったからではありません。自分では決してできないことをイエスがしてくださったからなのです。 イエスが成し遂げられたことの深い考察はどんな人が神の契約の家族に加えられるのかまたその家族の一員として生きるとはどんなことなのかについて重要な示唆を与えます。パウロはまず創世紀のアブラハムの話から始めました。彼はすべての国々が彼と彼の子孫を通して祝福されるという約束をただ信じることによって神の前に義とされました。 そしてあらゆる民族からなる一つの大きな家族がトーラーの律法によってではなく信仰に基づいて神と結びつくことが最初から神の計画でしたしかしここに一つ大きな問題があります神はなぜイスラエルにトーラーの戒めを与えたのでしょうかここではパウロは短く答えをまとめていますが後にローマ人への手紙でより詳しく記しています アブラハムへの約束のずっと後に、神はシナイ山で立法をイスラエルに与えたとパウロは述べます。そして、トーラーを注意深く読むと、これらが一時的に有効なものとして与えられたことがわかるというのです。立法には二つの役割があったと彼は言います。まず、立法は、イスラエルの罪を浮き彫りにする拡大鏡のようでした。立法は、イスラエルが絶え間なく神の戒めに反抗していて、他の民族と変わらず、罪の性質があることを明らかにしました。 良いものである立法がイスラエルそして全人類には罪があると宣告するものになったのですパウロが立法がすべての人を罪のもとに閉じ込めたと言っている通りです立法にはもう一つの面もありますそれは厳格な教師のようにアブラハムの子孫からメシアが現れる約束の時までイスラエルを養育していたことですそしてメシアが現れた時彼がイスラエルの代わりに立法の目的を果たしたのです イエスは神と隣人を愛する誠実なイスラエル人でありイスラエルの王としてイスラエルの罪の結果と呪いを引き受けて死に贖いをもたらしましたそのため神の祝福はアブラハムの子孫であるイエスを通して民族や社会的地位や性別にかかわらずすべての人に与えられるのですパウロは非ユダヤ人クリスチャンに立法の遵守を求めることは馬鹿げていると考えていました それはイエスが神の約束を実現せず罪を解決していないと言っているようなものでありイエスを通して与えられた自由と精霊という贈り物を無視しているかのようですまた神の約束と祝福を一つの民族のものに限定してしまいますしかしパウロの反対者たちはこう言うかもしれません「トーラーの戒めは神の意志に従って生きるための道しるべだ非ユダヤ人クリスチャンはどうやってそれを学べるのだ」パウロは5章と6章でそれは人を作り変えるイエスの臨在 精霊が鍵だと教えます立法はは良いものですすすそこには知恵がありまべての立法を要約すればイエスが言ったように「あなたの隣人をあなた自身のように愛せ」ということですしかし立法は良いものであってもそれに従う力をイスラエルに与えませんでした一方で福音は「 私たちのために律法を成就したイエスが聖霊を通して私たちの中に住み私たちを作り変え人を愛することによって律法を成就できるようにしてくださると言っていますパウロはこの古い人と新しい人を比較しています古い人のやることは明らかですそれは人間関係や共同体を壊してしまう非人間的な振る舞いです トーラーの戒めはそのような振る舞いを禁じるだけでしたがイエスはそれらを十字架に釘付け滅ぼしましたですから人がイエスを信じ精霊により頼んで生きるならイエスの命はその人に注がれパウロが言うところの精霊の実を結ぶのです。これはイエスの家族である私たちがイエスと同じ実を結んで生きるようになることであり その実とは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は、自制です。しかし、この聖霊の実は自然に実るわけではありません。本当の植物と同じで、育てる必要があります。パウロはこのことについて、聖霊によって生きるなら、聖霊によって進もうと言っています。これは意図的にする必要があります。過去の習慣を捨て、新しい習慣を身につける術を学ばなければなりません。 そうしていく中で、精霊が働いてくださり、イエスが私たちの思いと心を作り変え、神と人とを愛するものにしてくださいます。このようにして、イエスを信じる者は、パウロが言うメシアのトーラーを成就できるのです。パウロは最後に、トーラーの遵守や滑稽を強要するのは全く的外れだと言っています。本当に大事なのは、神の新しい創造です。 それは真心からイエスを信じ聖霊の力によって神と人とを愛することを学ぶあらゆる民族からなる新しいメシアの家族なのですこれがガラテア人への手紙です